はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は先日から色々やっていました。生声の動画をキャラボイスに切り替える便利な手法を、ゆかりネットコネクタというとっても優秀で、音声の入力を分析するところからすべてできるソフトなんですけれども、そのうちの TTS、 TTS というのはテキストトゥーピークというこの右にあるようなボイスボックスなどに喋らす部分をうまく使って素早く生声の動画をキャラボイスに変換するということをずっと試験的にやっていました。ゆかりネットコネクターの開発者のなおさんもとっても協力的にやっていただいてどんどん便利になっています。 また、公開バージョンじゃなくって、デベロッパーバージョンというので、A32 というバージョンをうまく使って、今日は解説をしたいと思います。まずは、生声で解説動画を作りました。どんなものか見ていただきます。はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は、オーディオのアライメントということについて、少しお話をしたいと思います。 オーディオのアライメントってどういうことでしょうか一つの曲でボーカルのドラッグが複数個あるような時、ダブリングやコーラス、そしてハモリ、そういうのがあって、なおかつ歌い手さんが違うような時、とっても節回しなどが違って、なかなかアマチュアさんが揃えるのには難しい。このような解説動画です。これをキャラボイスに すべて無料でやってみようということです。これをブリューというソフトに読み込ませます。その操作については今回は割愛をしますが、これに分析をかけると、この右の方にあるように文字起こしをしてくれます。若干文章を修正したりしながら、ファイルメニューの中から他の形式でエクスポートというのを 選択しまして、一番上の字幕ファイルというので保存をするわけです。このように基本字幕というのをエクスポートします。そこからがゆかりネットコネクターの出番です。どのボイスに喋らすかということをまず設定します。音声発話というメニューがここにありますので、それを選択します。そして、 ちょっと下がっていきまして、ここにテキスト2スピーチコントローラーというのがあります。これにチェックをしまして、そして母国語のみ出力先のオーディオインターフェイスをここで設定をします。そして誰に喋らすかということです。ボイスボックスの青山隆星さんに喋ってもらおうと思います。ですからこのように選択をしてあります。 青山流星というのはこのキャラクターです。ちょっといかつい目の声を出します。その準備が整ったら次は字幕のデータというメニューを選択します。そしてインポートをします。ゆかりネットコネクターの開発者のなおさんがここでブリューで書き出せる SRT 形式のファイルを読み込めるように作っていただきました。 ここでこれを選択します。すると今メモリーにある字幕データは消えます。継読しますかという風に出ますので、はいを押します。ここにボーカルアライメントの SRT、いわゆるブリューから書き出したファイルがありますので、それを開きます。読み込みを完了しましたというダイアログが出ますので、OK を押します。今度は編集メニューの字幕メモリー、 というのを選択します。すると今ブリューで書き出した SRT をこのようにリスト化してくれます。そしてこれを読ませるということになるわけです。ここではテロップを出すこともできます。このボタンを押すとテロップ表示をすることができます。はい。このように紺色のバックに字を出そうというわけです。ここでも 字幕の出し方、見せ方というのがいろいろ設定できまして、そしてここでフォントの指定やフォントサイズをこのように指定しています。翻訳の方もここで選択をすると翻訳を書き出すこともできるようになっています。そういう準備を整えたら、ここで再生ボタンを押します。ちょっと見ていてください。 はいみなさんこんにちは、村長です。今日はオーディオのアラインメントということについて少しお話をしたいと思います。オーディオのアラインメントってどういうことでしょうか。一つの曲で ボーカルのトラックが複数個あるような時。ダブリングやコーラス。そしてハモリ、そういうのがあって。なおかつ、歌い手さんが違うような時。とっても節回しなどが違って。なかなかアマチュアさんが揃えるのには、 難しいですよね。はい。このように漢字のルビ文字まで打ってくれて、先ほどから出てるように、英語の翻訳まで同時にしてくれるというとっても優れものです。今、もう少しご相談しているのは、再生を好きな位置からできるようにすること、何点かの修正とせっかくこのように喋るので、これを ワーブファイルに書き出して音声ファイルとして動画編集ソフトなどで生声と入れ替えることができるようにご相談をしています。いつということはなかなか難しいところもあると思うんですけれども、ぜひともそれができるようになったら生声の解説動画をとっても素早くキャラボイスに変換することが可能です。特にボイスボックスは 無料で使える TTS です。ユカリネットコネクターも無料で使えます。ユカリネットコネクターは NEO という新しいバージョンも出ていまして、そちらの方にもこの機能を移管して、最終的には NEO というのを主力に持っていくというようなお話も聞いています。ですから、まだこの先の動向が不確定な部分も いくつかあるんですけれども、随分使い勝手が良くなってきたので、皆さんにこの優秀なゆかりネットコネクターをご紹介したく取りまとめてみました。Windows ユーザーさんはすべて無料でこのようなことができますので、この動画を見て気になった方などは、YouTube にコメントなどをいただけるとありがたいです。今日はゆかりネットコネクタ、ボイスボックス、 音声認識にはブリューというソフトをご紹介しました。村長でした。